速解説の久保です。今日の暗号通貨なんですけども、まあ暗号通貨はね、今どれもこれも上がってますよ。ですんであまり解説することはないです。どちらかというと暗号通貨が暴落した時って発信者にアクセスが集まってくるんですよね。だから今後この通貨どうなんでしょうかっていう人の不安、狼狽がアクセスを集める元になると思います。人はね、自分の損に関してはすごく敏感なんですよ。で、今みたいな上昇相場ではみんながね、自分の見る目が良かったなと思っちゃいますけども、今回の暗号通貨に関しては別に目がいいからね儲かってるわけじゃないんですよ。全部上がってるわけですから。だから自分の選んだ通貨が上がってるからといって、よし見る目があったぞと、俺も投資家だと思わない方がいいですよ。今はねどれでも上がってるんで、はっきり言ってこれでもしね上昇相場に乗れてない通貨があるとしたら、それを買ってるとしたら相当見る目がないんで、ちょっと考え直したらいいかなと思いますね。とにかく今別に誰に何を言われようと、誰も何も言わないからは何を買っても上がるんですよ。自分の実力とか先見性ではないと思います。まあその中でもね、ずっと長い間日の目を見なかったリップルね、リップル今結構114円でしょ、100円超えてますよね。よく頑張って持ってましたね。私も自分自身に言いたいです。それからADA もプレセールで買ってからもうだいぶになりますよね。6年ぐらいになるでしょ。最初の3年きつかったですね。これ詐欺じゃねえかと思いましたよね。で、上場したら上場したで ADA っていろんな人がね、 ADA の投資しましょうとか言って持ち逃げするじゃないですか。 ADA のプロジェクトですよとか言って、でもね、やっぱりね、カルダノがやっぱ発行してる、マネジメントしてるステーキング、これに参加して間違いないですね。私もステーキングこの前参加したんですけども、1回目の報酬とてつもない金額来ましたね。いや、もうこれでいいじゃないかと思いましたね。もう他のことはもう手を広げない。もう自分の力量を見定めて、自分はね、まあ何百万何千万何億稼ぎ続ける人間じゃないんですよ。どっかで自分の暮らしのためにビジネスや投資をね、どんどんトーンダウンして、もっともっとね、そのスティーブ・ジョブズさんじゃないんですけども、家族と過ごす時間、これがやっぱりね宝なんじゃないかなと思います。もちろん家族といっても自分の、家族、家庭だけじゃないですよ。お父さんお母さんとか兄弟とかと、それから精神的な家族ですよね。共に生きていきたいという友人とか、そういった人との関係を強くすることも家族との過ごし方だと思うんですよね。ということでね、今回はジンフィンネットワークのこともまあ話したかったんですけども、ジンフィンネットワークね、10円超えてからが勝負ですよ。10円超えてから40円50円とかにボンボンボンなっていくんじゃないですかね。まあアルトコインっていうのは全てがこのバーチャルな空間で使われるものですから、今リアルの需要がねどんどん収まっていって、でバーチャルに市場が移行してるんじゃないかと思うんですよね。まあまるでね、自分の昔江戸時代、江戸っていうところで日本っていうのが語られてたのが、今は日本とか世界っていう単位で語られるようになった。要するに世界が広がっていったんですよね。その広がりすぎた世界が地球上の隅々まで行き渡っちゃったんで、一周してバーチャルの世界に新しいね、ニューワールドを作ろうとしてるのではないかなと思うんですよ。実際にこれからそのバーチャルの世界での出来事っていうのがリアルと変わらなくなると思いますよ。例えば YouTuber さん同士のやり取りっていうのは、バーチャルな世界での出来事なのに完全にリアルと融合しちゃいましたよね。で、 VTuber っていうのも有名人が出てきちゃったりとか、初音ミクちゃんっていうのはすでにずっともうこのリアルな世界に存在しているような感じになってきましたよね。で、アニメのキャラクターとかも今コスプレする人とかが増えてきたりとか、オリジナルストーリーを YouTube にアップする人が増えてきたりとかして、完全に新しい流れを作ってると思うんですよ。で、そういう意味で言うとアルトコインっていうのは最初 10銘柄ぐらいが選ばれて、あとは淘汰されるのかなと、クッペンペングさんになるのかなと思ったんですけども、もしかしたら1000通貨ぐらいはこのバーチャルな空間に必要となってくるんじゃないかなっていうふうに私も考えが変わりましたね。まあなんせ今のところは暗号通貨の値上がり値下がりしか意識が向いてないですけども、基本的にはこれね、ブロックチェーンのことですからね。で、ブロックチェーンの凄さはとてつもなくて、凄すぎてわからないですだからわからないってことがわかるのが今大事なんですよ。ブロックチェーンすげえなと、追いつけないなと、学習もまだ進んでないな、でも自分には学習できてなくても、これを開発して提供している人がいるっていうのはどんだけ天才が世の中に溢れてるんだってことですよね。まあ今日はそのとこですかね。暗号通貨これからも楽しみですね。いってらっしゃい。